Number one. Look at the picture marked number one in your test book. おはようございます。チャンネルさ、ハローでやって言うなよ、お前。毎回このくだり。ハローでやって言わねえから。こうじゃないし、毎年入試にも出てる。毎年入試に出てる。古文だよ、古文じゃないよ。そんな土井先生なんですけど、やっていただきたい案件来ました。もう企業案件ですか。もう来ました。はい。全然英語あんなんですけど。あんなポンコツでもいけるんですか。はい、ポンコツ。いや、ちょっと試してもらいたいっていうのは、ABCDって言うんですけど、ADCDさん、 ABB です、 ABCDさん、はい、っていうので心がいいですね。まあトイックやってる人たちだったら知ってるんですよ、もう。もうトイック教材だったらもう ABCDっていうのが決まってて、あれ、その出版社がってこと。もう出版社とまあ提携してて、その音声とかダウンロードするならもう ABCDでダウンロードとかなって。なるほど、はい、トイックの公式教材でも音声を iPhone とかね、そういうので聞きたいってなったら ABCD 行くんですよ。もう本もやれるし、テストもできるしっていう、もう改良に改良を重ねてきたアプリなんですけど、すごっ。トイックをスコアアップさせたい人はみんなそれ ABCD さんのアプリ入れてるって。もう普通は入れてます。すごっ。で、申しできたんでちょっとやってもらおうと。またかよ。やば。申しのパターン30問と50問、100問、200問バージョンありますけど、200問バージョンちょっと2時間あるんで。2時間、あ、15分で30問いいじゃないですか。じゃあちょっとね、やりたい、やっていきたいと思います。 And directions are given for each part. ではいきますね。なんで飛ばすねん。今やってるから。Do not write your answers めちゃめちゃやってるから。やってる。そう、Part 1, number 1. ほう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 。Look at the picture marked number 1 in your test book. A. Some beverages are being poured. B. Some jars have been arranged on a shelf. C. A dishwasher has been opened. D. A display case is being installed. さあ。選んで、ほら、時間。やばい、ちょっと待って、やばい。耳ができてない。A. She's hanging up a banner. B. She's sweeping a patio. C. She's watering a plant. D. She's taking out some trash. 1問目やばい。お、パート2ですね。パート2。Number 3. When does the train leave?A. A window seat. B. The training seminar is at 10. C. In 15 minutes. Number 4. How much do you think the tickets will cost? A. We need to print the tickets. B. From London to Manchester, please.C. About 30 pounds. よかった。心の準備。Number 5. You've traveled to Singapore before, haven't you? A. A popular travel blog. B. Departure gate 34. C. Yes, many times. やばい。マジでわかんない。ちょっと待って。やばい。Number 6. お腹いっぱいって言ってなかった。Where will the leadership seminar be held this year? A. I'm looking forward to it. B. Next month. C. At the Parkway Hotel. いや、全然わかんない。ちょっと待って。Part 3だ。Part 3! 長いやつですよ。Part 3. 待って。Directions. パニック。The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time.Questions 7 through 9 refer to the following conversation with three speakers. Mr. Sanchez, thank you so much for coming today. Diana and I are pleased that your company is considering using our mobile app payment system in your stores. We've heard a lot of great things about it. Wonderful. If you decide to use them, we suggest installing our payment devices at your busiest locations first. Many people in big cities are already using our app.I see.
That seems like a good idea. Would you be willing to share with us how many registers each store has so we can prepare an estimate for the number of devices? Certainly, but I'm worried it'll take time for my staff to learn how to use them. Do you provide employee training as part of the package? Number three. What are the speakers mainly discussing? おー、何の話してるかわかんないけど、いや、ほぼ合ってたね。いや、これね、合ってんのはわかるんだ。合ってるわけ。何の話してるのか全然わかんない。ちょっと、これ制限時間？あるこれ何本もあるの？全体かよ、だって。あ、もう、左に減っていくのか、ちょっと待ってくれ。やべえ、初めてってやばいな。はい、あった。なるほど。そっか。はいはいはい、ってことだったぞ。はいはい。今どきやね、本当に今どきやわ。ちょっとわかんないけど先行ってこう。あー、もう全然頭いってこない。ちょっと待って、何これ。むずいなぁ。うわ、まどろっこしい、ぶっ飛ぶぜ。待ってくれ。さあ、採点。やばい、やばいわ、これは。お、え、850。ちょっと待って待って。いやでもね、合ってた、マジで。もう間違ってるのほぼないと思いながら思ってた。リスニングもだってパート3のやつしか間違ってなかったし、そう3問目しか間違ってなかったし、そう。しかも最後缶当たったと。そう、あ、これ合ってたって。僕ちゃんとね見てて、あ、合ってるって思う。なるほど。じゃあ盛り付け見てると、え、なんでこいつ合ってるの。そう合ってる。なんか分からねえって言ってた時に次々正解していくぞって思いながら、ほんまにすごいな、合ってるわって思いながらなんで合ってるの。ほんと、いや俺ね、正直例えば何の話してたって言われたら、もうほとんど分かんないですよ。途中とかなんか、何言っちゃってんのこいつみたいな。これね、解けんだなって。そうパート5のね、いやこれはって思ったけど、ニューヨークの上ってね、接触しちゃってるじゃんと思いながら、アポンっていや、アポンってオンですからね。あ、オンニューヨークになっちゃう。え、だけどアンチュレストーンパッシーズでしょ。だからそのストームがニューヨーク上にいるときはニューヨークをのまたぐ、まあオーバーみたいな意味でウポンを使ったんだけど、ああ、そのニューヨークを超える便は全てキャンセルになりますよみたいな。超えるオーバーとかですか。あ、だからこれと言うってことは、これニューヨークから飛び立つってことを言ってるんですね。そうニューヨークからの便、そう、ストームが通り過ぎないとそれまでは延期ですよ。いや、これさ、もしこれあれでしょ、オーバーあったらオーバー丸になります。まあ、あんまり言わないけどね。あ、言わない。いや、だからそう、例えば成田の周辺にあったらそこもまたげないじゃんみたいな。札幌沖縄も行けないんちゃうみたいな。オールファイスオーバーニューヨークだったら今いるみたいな。うわ、ちょっと考えすぎたわこれは。短く、いやいや、これ簡単じゃんって思いながら。ゾウにだいぶ時間かかってるって。いや、ここで頭を A 品モードに変えてネクスト A 品モードにちょっと切り替えて、そうなんだ。何だったっけと思って、この空気ゾウね。はい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 。わ、この辺とかね、そう現代的な話してるなとかっていうのもね。あ、そうこれ難しかったっすね。いや、シミュレーションアプリのさ、なかなかいい話持ってくるよね、ほんとね。ファニチャーをね、実際撮ってみてね、仮想空間に置けるみたいな。そういう話で、俺もう、おお、面白いと思いながら。面白いわーと思って。なるほど。俺らの受験時代にこんな話絶対ありえないですよ。絶対ありえない。ありえない。いや、これ皆さん大変だなと思いますわ、これは。これもで合ってたからね。はいはいはい。これもね、めちゃくちゃ俺迷ってましたよね。やっぱり、受験で消去法っていう、こうね、非常に高等なテクニックを身につけてるんで。そう。これはね、すごい思いました。バナをね、バナナっつってたからね。いや、俺もこいつバナナって言ったぞと思って。バナナ吊るしてはないよな、みたいな。大丈夫かなと思いきや、全然、まあ、パート2。正解していって、ペイペイみたいな、はいはい、決済システムを導入するって話でした。いや、今時なのよ。ほんま今時。それを導入するっていうので、レジがいくつあるか聞いてましたよね。うんうん。で、間違えちゃった。で、そう、これが使い方に関してのやつやんなきゃいけないって言ってましたよね。そうですね。It'll take time for my staff to learn how to use them。てか正直、まあね、このアプリめっちゃいいっすね。お、
いや正直お墨付きいただきました。いやまず鉛筆とペンがいらないっていう。ああ確かにその通り。最高っすね、うん、かつその動きがすごい俊敏だった気がしますね。あーパパパパって合ってんじゃん、これ間違えない間違えないってこうやって言いながら間違えないって思って、ちょっと森哲からするとこんなのは正直まあ向こうで言うと小学生レベルの、あネイティブからすればまあ簡単は簡単ですけど、ただやっぱ状況わかんない人はね、さっきのネイティブでも当然アプリを導入するとかわかんない人にとっては何のこっちゃかだと思いますけどね。小学 2,3 年生だったら大体できますか、これぐらいだったら向こうの。いやきつい、きつい、あきつい、知らない単語もある。あーマジっすか。中学生ぐらいだったらまあまあまあほとんどの人は正解できると思います。はあ、ただやっぱり情報処理問題があるんでそれが面倒くさいですね。ネイティブでも面倒という感じなんで、まあぜひですね ABC 動画概要欄貼ってありますんでぜひやってみて挑戦してみてください。850と、さあそろそろ本番のトイック受けんじゃないかな。いや重いですねこれ本番のトイック。いやこれちょっと相当対策しないと。え実際これ15分だったでしょ今の一番短いの、はい、でも本番何分で2時間です。なんかあの2時間で解くコースありました、ね、ありましたありました。あれがフルですか。そうです。なんで2時間もできますのでぜひやってみてください。やばいやばいやばい、集中力がやばいね。多分ね今年挑戦しますんで頑張ります。はい、ありがとうございました。 Thank you for listening. Thank you for listening.